あ、こんにちは。じゃあご召喚に預かりました。お騒がせしております、関西でドラム講師をしております森田亮太と申します。皆さんどうぞよろしくお願いします。まあ、今日はなぜこうドラム講師の僕が、ここにやってきたかというと、皆さんにドラムの素晴らしさ、ドラムの面白さを伝えにやってきました。で、それをちょっとね、皆さんに伝える前にちょっと大事なこと一つお伝えさせていただくと、僕はね、今日フリー素材なんですよ。フリー素材、フリー素材ということは、動画の撮影、録音、これオールオッケーとさせていただくんで、よかったらね、この森谷ドラムスクールっていうハッシュタグをつけて、投稿していただいたら、僕ね、もう全力でエゴサーチしてね、皆さんの投稿を探しに行くので、ぜひね、よかったら皆さん投稿してみてください。そしたら、まずちょっと、ドラムの楽しさをお伝えさせていただく前に、ちょっと軽くデモンストレーションをさせていただきたいと思います。で、皆さん知ってる曲だと思うんで、まあ、手拍子していただいたりとか、踊れる方は踊っていただいたりとかしていただけると嬉しいです。それではよろしくお願いします。ありがとうございます。改めまして、関西でドラム講師をしております森谷亮太と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。ということで、まあ、皆さんにね、こうドラムって一体どんな楽器っていうことをお伝えさせていただこうと思うんですけど、まあ、日頃こう音楽に触れてなかったりとか、こうドラムに触れてないと、まあ、ドラムってね、まあ、難しそうやなとか大変そうやなって思う人っていうのは、まあ、結構いると思うんですけど、実はこうドラムっていうのが一番音が鳴らすのが簡単な楽器で、で一番始めやすい楽器やったりするんですよね。でこれ考えてみてください。これ例えばギターやったら弦6本あって、でこっちで全部こう押さえて、でこれジャーンって音を鳴らす、めっちゃ難しそうですよね。例えばサックス、トランペット、管楽器考えてみてください。こちらはこうさあ音を出すぞと思って、こうね、楽器を始めそうと思って音を出そうとしても、こうスーッと音鳴らないですからね、サックス、トランペットは。ドラムは叩いたら音が鳴るんだよね。で僕の子供今1歳半なんですけど、1歳半の子供が叩いたら音を鳴らせるんですよね。で、まあ、そう言ってもこうピアノとかやったら、まあ、押したら音が鳴るって思う人もいると思うんですけど、ピアノってね、コードがあったりとか、ドレミファソラシドとか、こっちでコードを押さえながらこっちでメロディー弾くとか、めっちゃ難しいんですよ、ピアノってね。でもドラムはこのパーツも少ないし、一つのリズムを叩けれたら、こういろんな曲が叩けるようになったりとかするので、まあ、小さなお子さんとか、まあ、ちょっと年配の方とかでも結構ね、心置きなく始めやすい楽器となってます。で、まあ、そういうね、このドラムっていう楽器でも皆さん持たれてるイメージ、ドラムって難しそう、ドラムって手足バラバラって思う人いるじゃないですか。でも考えてみてくださいね。皆さんこう自転車乗りながらなんか晩ご飯のこと考えたりとか、すごい人なんかスマホ触ったりできる人いるじゃないですか。これもね、なかなかね、無意識なんですよ。そう、自転車乗りながらスマホ触るってなかなか難しいことですし、例えば仕事しながら晩ご飯のことを考えたりする人とかいるじゃないですか。これも無意識のところまでその持っていってるからなんですよね。だからこうドラムも例えばこの右手を無意識に動かしながら足を入れたりとかね、左手を叩いたりとかっていうことができるようになるので、ドラムもちょっと慣れたら何にも考えずにドラムが叩けるようになったりとかするので、だから自転車に乗るっていうようなイメージと同じで、自転車に乗れるようになったら一生乗り方を忘れないのと一緒で、ドラムも叩けるようになったら叩き方を忘れるっていうことはないんですよね。そうということで、このドラムの、重要なパーツっていうのをちょっと皆さんにせっかくなのでご紹介をさせていただくと、まずこの足元にあるのがこれね、バスドラムっていう太鼓で、まあ、言ってしまえば大太鼓ですよね。大太鼓、大太鼓って何かというと、なんかこうドーンドーンドーンってやってるじゃないですか。安田大サーカスのヒロがドーンドーンドーンってやってる、ドーンドーンが大太鼓、このバスドラムなんですよね。で、まあ、マーチングとかの大太鼓でいうと肩に下げて手で叩いたりするんですけど、でもね、ドラムセットでいうとそれを右足で踏むというような形になります。そして、さらにここにあるのが、これハイハットっていう楽器で、これはね、2枚のシンバルが貝殻のようにこう重なってる楽器で、で、左足で踏むと閉じる、で、離すと開く
ていう楽器になってます。これは例えば、静かにちょっとね静かな曲を演奏したいなっていう時はハイハットを閉じてこう叩く。でちょっとやかましい曲を叩きたいなっていう時はハイハットを開いて叩くっていうような感じですね。あの皆さん知ってる紅あるじゃないですか。嵐吹くこの街がワーボー、あの曲はねやかましい曲なのでハイハットを開いて演奏します。そうで、さらにドラムの中で最も重要なパーツとなるのがこのスネアドラムっていう楽器。これねちょっと苦情が来てるのでT シャツを貼ってるんですけど、まあ、普通はね T シャツ貼ってないですよ。これスネアドラムっていう楽器で、これね特徴としては後ろにこういうね響き線がついてるんですよ。響き線でこれがついてることによって、スネア独特の音が鳴ります。まあなんかこういう音ですよね。そうこういう音、この響き線が離れたら、響き線がついたらこういう、この響き線がつくことによってスネア独特の音が鳴らせるんですよね。これ皆さんねもしかしたら聞いたことがあると思うんですけど、ドラムロールってやつ、例えば、結果発表の時とか、結果発表優勝はっていうやつがこれドラムロール、ドラムロールっていうのがこのスネアドラムで演奏されます。でこのバスドラムとハイハットでスネア、この3点で、演奏される代表的なリズムっていうのが8ビートってやつですね。8ビートって聞いたことある人、あ、意外と少ない意外と少ないですね。そう、8ビートっていうリズムがドラムの代表的なリズムとされてて、この世の中の大体の曲が8ビートでできてるんですね。8ビートってこういうリズムです。まあ、こういうリズムなんですけど、このリズムが叩けれたら世の中の大体の曲が叩けるんですよ。これちょっと一個やってみますね。8ビート、今の8ビートのリズムでできる曲はこんな曲っていう感じです。これパプリカ、皆さん知ってるパプリカっていう曲なんですけど、これもね8ビートの曲なんですよね。また別の曲、これね今日土曜日なんで、土曜日の4チャンネル世界不思議発見で流れてるこんな曲も8ビートの曲です。そう、この皆さん知ってる日立の木、これこのバージョンが好きなんですけど僕はね、そう日立の木も8ビートなんですよ。8ビートが叩けれたらこの曲叩けるようになります。さらに、日曜日ですね、明日の日曜日、6時半かな、6時半からやってる皆さん大好き代表的なこのアニメの曲も8ビートっていう曲です。そうこれもね8ビートなんだよね。だからさっきやったこのリズム8ビートが叩けるからサザエさん叩けるんですよ。ただ言うてもそこまで、いや森谷さんとこんだけ8ビート言ってるけどそんな曲ばっかりやないやろという人もいると思うんですけど、実はねこんなものにも合うんですね。大工さんの方であるっていうことになるんですね。面白いですよね。こう落語もリズムなので、日本のお笑いってリズムなんですよ。漫才落語もリズムなので、これもね8ビート合うんですよ実はね。そうっていう感じで、8ビートっていうリズムが叩けれたら、まあいろんな曲ね、世の中のいろんな曲じゃなくても今みたいに落語でも叩けるようになります。で8ビートっていうのは、まあ、一見難しそうじゃないですか。一見難しそうなんですけど、でもね、こう、まあ、僕ドラムの、あのドラム教室とかやってるんですけど、大体8ビートね、早い人で10分ぐらいで叩けます、この8ビート。ちょっと、まあ、苦手やな、リズムやりにくいなっていう人でも、大体1時間ぐらいで8ビートは絶対叩けるようになります。で、8ビートのパターンが叩けるようになったら、さっきのサザエさん、日立の木、パプリカ、これ叩けるようになるんですね。そう。だから、ぜひね、こうドラム、すごく始めやすい楽器だと思うんで、ぜひね、興味を持っていただけるとありがたいなと思います。そして、最後にちょっと面白い実験をさせていただこうと思うんですけど、今の8ビート、このツッツッタン、このスネアドラムの位置が
あの曲を聴いたりとかコンサート見た時にする手拍子の役割なんですね。例えばこうパプリカ花が咲いたらこう手拍子を打つところがこのスネアの役割。こうパプリカ花が咲いたらという感じでこの手拍子を打つところにスネアドラムが来るんですね。でこれ実はこのスネアドラムの入るタイミングが早くなると早い曲になるんですよ。で入るタイミングが遅くなると遅い曲になるんですよね。これちょっと面白い実験をします。皆さん大好きのこのサザエさんでちょっと面白い実験をしますね。っていう感じですよね。大好きそう。スネアの入る速度が速くなるとサザエさんめっちゃ速い曲になって、スネアのタイミングが遅くなるとサザエさんゆっくりになるんですよね。そう、これがこのドラムのスネアドラムの役割っていう感じで、まあちょっとねまとめさせていただくとですね、ドラムってあの他の楽器と違ってあのパーツも少ないし叩いたら音が鳴るので、例えばドレミファソラシドとか音階コードとかもなくて叩いたら音が鳴るすごく始めやすい楽器なんですよね。で、あのまあ、いろんなあの楽器のようにコードをたくさん覚えたりっていう必要もなくて、さっきみたいな8ビートっていう曲リズム、こういうリズムを一つ覚えたらあの例えばこうセッションを行って誰かと演奏する、外国に行って誰かと演奏するっていうのも可能となるんですよね。外国に行ったら言葉通じないけど8ビート叩いたら友達ができるんですよ。これ面白いですよね。そう、それだけこのドラムっていうのは始めやすいし、で世界各国でもやりやすい、スティックだけ持ってったらいけるんで、はい、そんな感じで、今日ねたくさんの人に、見ていただきましたが、この中のね、方々で、ドラムをやってみたいとね、ドラムに興味が湧いたっていう人が一人でもいれば、僕はここで、セミナーをさせていただいた甲斐があったなと思います。で僕はあの関西でドラム教室をしてますので、まあ、あの森谷ドラムスクールって検索してもらったら、まあ、僕の SNS とか、まあ、僕のホームページとかいろいろ出てきたりすると思うし、僕あの最近ドラム教則本を出版させていただいたんですけど、その教則本もあの今日物販として持ってきてますので、よかったらねあの興味がある方は、ぜひ帰りにね覗いていただけるとありがたいなと思います。ということで、森谷亮太でした。お騒がせしました。どうもありがとうございました。